上級者向けにはなっちゃいます。まあ難しい内容、はい、肘の向きです。この肘の向きを安定させるため、この1段階目で肩の外旋を入った。おお、はい、どっちかが強くなりすぎてもいけない。重力一生反抗期パーチングのナオトです。ウッシーです。アボロチョ出身ユーティウエタです。いやいやいや、何すか、決まっちゃいましたよ。決まってんな。すごい、応募してもらったの覚えてますか？俺らの挨拶、1週間前初めの挨拶ですね。そう、それをね、決めたんですよ。でね、たくさん応募していただいて、皆さん本当にありがとうございます。めちゃめちゃ来ましたね。ありがとうございます。頭痛くなるぐらい迷いましたね。まあ、はっちゃ聞こえてバーベル上げろとかね、うん、いい、よかったよね。すごいのたくさんありましたね。でいいのいっぱいあったよね。はい、めっちゃいいの本当はいっぱいありました。でその中からちょっと一つ選ばせていただいたのが重力一生反抗期。そうですね、まあ、ちょっとあの文の一つをね抜かしていただいた感じになるんですけど、はい、T シャツをねプレゼントしましょう。はい、でコメントするので、あ、 YouTube じゃ個別でできないから住所とか送れないんで、インスタか Twitter で僕ら誰でもいいんでちょっと DM をください。はい、よろしくお願いします。じゃあ後でやり取りして送らせていただきます。はい、はい、では今日の動画お願いします。はい、今日ベンチプレスいきます。ちょっとね、上級者向けにはなっちゃいます。まあ難しい内容ってことかな、はい、まあ、なんででも聞いても、まあ、損はないと思うんで、頭の片隅に置いとくような感じで聞いていただければなと思います。はい、今日やるのはベンチプレス肘の向きです。おー、あー、それは上級者向けですか？はい、僕が一番ハマっているやり方が結構複雑なんですよね。おー、うん、肘の向きはですね、この乗せる位置プラス肩の外旋、これで決まります。ほう、乗せる位置は前やったよね。はい、この位置に乗せた上で肩の外旋をする、これが大事なんですね。で、この位置に乗せるということはちょっと親指が内側に入ったような状態、これを保ちながら肩を外旋させるわけです。むしろ逆の動きなんですよね。まあ本当はこうしたらね、肩は絶対内に入っちゃう。そうなんです。こう親指を内に入れたら肩は内側に入ります。これを押さえなければいけないと。できねえよ、そんな。難しい難しい難しいと。俺はもう今日聞かねえからな。はい、ごめんなさい、ごめんなさい、落ち着いてください。ごめんなさい、ごめんなさい、落ち着いてください、落ち着いてください、落ち着いてください。これね、確かに逆の動きになんですよね。もうそれがポイントで、やっぱそれが難しい上級者向け。そう、それが難しい上級者向けなんです。どっちかが強くなりすぎてもうまくいかない。で、これ注意事項、注意事項言わせてください。この肘の向きを安定させるため、まあ、肩甲骨の動き、肩の動き、うん、こういうものを出せるようなストレッチを行っていくおくことが大事です。トレーニングの前に、はい、そうです、そうです、ベンチプレスの前にこれをやっておかないと結果動きません。動かしたくても動きたい動きができません。はい、出た、こういう、まさにナックルもそう、こういう動きを行っておかないと、まあ、結果やりたい動きができないと。言葉で説明してても意味わかんねえよ。百聞一見にしかず、まあ、ちょっと難しいかもしれないね。二人ともなっちゃってますね、そうやって。百聞は一見にしかず。よし、では行きましょう。はい、始まります。いきますよ。マスクさんの芋みたいな女子高生みたいな芋女子高生、芋女子高生の修学旅行みたいになってましたよ。やめろそれ。ゲームルーレットスタート。今の演出で当たるの難しいですね。当たるの難しいね。難しいっすわ。どうやって当てるんだ。また授業が大事なんですよね。今日のテーマ乗ってます。はい、で、僕の中でここ、はい、はい、早速見せていきましょう。ちょっと難しいんで、でも見ていただいたら分かりやすいと思うんで、はい、で、まずですね、寝て乗せる位置決めますね。で、乗せる位置、ここの位置に乗せるというふうに前に言いました。はい、はい、小指側ね。まずこのまっすぐ握った上でここにずらしていくわけです。はい、この動き、うん、結果この動きが親指が内側に入る、はい、海外という動作が入るわけですね。そうです、ちょっと肩が上がります。これを決めた上で肩を外旋させていくと、
難しいですよね。まあ、まずこの位置乗せます。乗せました。で肩下げます。肩下げて肩甲骨かせ、首長づくをしていきます。でさらに首長づくしてラックアップ。この位置で僕はまだそこまで肩の外旋を入れてません。この1段階目で肩の外旋を入った。おお、はい、この肩甲骨の下勢をさらに入れるようなイメージ。この位置乗せ位置を変えないまま肩の外旋入れる。おお、これが僕の1段階目の決め方ですね。確かにできてますね。で見てこんな感じなんだっていうぐらいの感じで、まあ、最初はねちょっと難しいかもしれないですね。難しいんで、はい、でどっちかが強くなりすぎた場合っていうのをやっていきたいと思います。まず1個目、この肘の内側にこの向くこの肘の動き、はい、これが強くなりすぎた場合のベンチはこうなります。強くなりすぎた場合、あーもう、あーこの乗せる位置はすごいんですけど、あー、はい、あーもういるわー、わかります、いるわー、やりすぎたりですね。そう、肩痛くするじゃないか。そう、肩痛くするやつですね、これまさに。肩を守るためにもこの肩の外旋の外に回すような動きが大事になります。これ逆に肘が親指が内側に入る動き、はい、これが崩れすぎた時はこうなります。もう一つもダメなんですね、はい、はい、もう少しもう少しやりすぎちゃったりですね、いいやりすぎ、はい、いきます。あーずれた、わかります。今乗せる位置ずれました。はい、乗せる位置、乗せる位置がですね、よく見てんじゃんか、おい、素晴らしい。乗せる位置がねずれます。乗せる位置がずれて結果手首が寝るわけです。寝てたね、寝てた、寝てた、うん、辛そうだった。でさっきより肩の負担は減るんですけど、今度は手首の負担、こっちが増えるわけです、うん、で肘の向きもこれフラフラして全然決まんないです。どっちかが強くなりすぎてもいけない。これ大事なんですけど、どれだけの割合で動いているのかっていうのは人それぞれ違います。やってみるしかないってことですか。そう、人それぞれそこは違うので、はい、自分のいい肘の位置を見つけなければいけません。だからこれは本当やんなきゃいけない。軽い重量からでも全然いいんですか。もちろんもちろん、むしろ軽い重量から絶対にやってください。わかりました。これ本当難しいね。でもこの肘の向き決めた時にはもうこれほんとベンチの向上にめちゃめちゃつながるんで、他のこの前にもっとやることもいろいろあるんですけど、まぁ、あ、ちょっと上級者向けの今回動画となっておりますんで、ぜひ、はい、やっぱね、上級者向けちょっとねやっていただきたいと思います。おぉ、決め決めやんけ。おい、皆様良いパワーライフを。もう俺らいないことになってるな